ございます。今日は日曜日で週1があるんですけれども、今朝の5時5分ぐらいですね。今日は週1の前後どういう風に生活してるかっていうのをちょっと細かくね記録していきたいと思います。すいません、今ちょっと電気ついてないです。ちょっととりあえず起きてこの後どういう行動を取るかやっていきますんでお願いします。はい、まず風呂入りますよね、はい、でちょっとこだわりのものがあってこれですね。朝だからちょっと時間ないんでやばいですね。とりあえずあれですね、いつもシャワー入る風呂入るときはこれでテレビ見てね入ってますね今ちょっと、この時間ですけど。ちなみにこっちの時計は10分ぐらい早くしてますね。早く移動しよう行動しようってことであんま意味ないですね。本当の時間はこっちですね。はい、ちょっと風呂入りますわ。はい、とりあえず家出ました。リハが6時40だかな45かからあるんで、それまでに着替えメイクを終わらせますね。この時間はまだあれなんですね、太陽が出るか出ないかみたいな時間帯なんですけど、だいたいこの太陽の感覚でちょっと急がなきゃなとかだいたいそういうの測ってますね。日テレ向かいます。はい、着替えてメイクしました。でこれからリハするんですけど、スタジオ入る前あれこれやるんですよね。これね、検温器。問題ないですね。それでは行きましょう。はい、リハ終わりました。でこれから打ち合わせとマジスカの映像チェックと、あとジップのイラスト、ジップから毎週質問をもらうんですけど、それをイラストで答えるんですけど、それのイラストを描くということをしますね、いつもね。じゃまずイラスト描きますか。無事にできましたね。ありがとうございます。これはですね、普段洗濯で困ってることはっていう質問が来るんで、靴下似てるのを履いてるんで、洗濯後そのペアで組み合わせるのがいつもその大変だっていう話のイラストですね。はいはい、いろいろ準備終わりましたね。約10分後本番始まりますね。ちなみに今日の衣装なんですけれども、なんか久しぶりにチェックですよね。なんか情報を扱う番組なんで、なんかそういう内容によってこう変えてるらしいですよね。チェックとかね、あとこの水溜まってるんですかね、このネクタイとかね。今日これを着てね、ちょっと参加しようかと思ってます。というわけでお疲れ様でした。ただいま、週1の放送を終わりましたね、はい、こんな感じですかね、日曜日の朝の流れは、はい、今何時だ10時45分。放送後にね、なんかこうちょっと撮るものがあったりして、でなんやかんやで10時45分ぐらいにはこう楽屋に戻ってくると、そういう生活をですね、してますね。大体もう何やかんやでこれも10年ぐらいこういうことしてますよね。でこの後打ち合わせがもう少しあったりとか、今日はそれだけですけどね。だからあれなんですよね、その週1だけの日とかはめちゃくちゃいい日曜日を過ごせるんですよね、うん、
前中に一仕事を終えて、その後はね、もう休みだみたいな感じが好きですね。はい、まあ、というわけでね、初めてちょっとやってみました。日曜週一のなんかルーティンですか。はい、ちょっと今日は撮ってみました。ありがとうございました。はい。これ社会人のかな、これ。どういうふうに言ってんの、想像もつかないですけど。